ディションを整えるのも大切なんだからね。そよけアザラシです。ちょっと数日経ってしまったんですけど、ついにスクスタが配信開始されたということで、最高のパフォーマンスをするためにも、おやつは欠かせないにか。早速ね、ガチャの方引いていこうかなって思います。まあゲームの方はね、ちょっといろいろ他のこともしてたので、なかなかまだたくさんできてないんですけど、とりあえずガチャが UR 確定、チケットガチャが2枚と、普通のチケットが1枚と、 SR 以上確定のチケットが1枚あるので、これを引いていこうかなって思います。初めてのねスクスタ動画ということで、まあ UR 確定が2枚あるんで、そこが楽しみですね。リセマラをねしたので、ニコちゃんは持ってるんですけど、まあリセマラもしてって思ったんですけど、 UR が 5% っていうことで、スクエスに比べたら全然出るような気が、気のせいかもしれないけどしました。とりあえず普通のチケットの方からやっていきます。ニコちゃんの UR は持ってるんでね、特にこれが狙いとかはあんまりないかな。まあ、よしこが来てくれたら嬉しいかなーっていうところです。ね、あれですね、ちょっと寝起きで声がガサガサかもしれないのはごめんなさい。そしたら SR 以上確定のチケットガチャ引いていきます。 SR 以上だから SR か UR か、まあ、まだ全然ね、あんまりガチャも引いてなく少ないので、誰かぶりとかじゃなかったら誰でも嬉しいかなーって感じです。誰だ、あーマリー、これ持ってまるな、これは持ってます。まあ全然いいんですけど、よし、じゃあ UR 確定を引いていきます。まあ、よしこかアルビーちゃんが来てくれたら嬉しいかなっていう感じですね。まあ推しはまあ出ないっていうのはそれはそうなんですけど、まあスクスタね、ちょっとずつやってますけど結構楽しいなって思いますね。もう人がね、すごい多いなって、もう早く引けって感じなんでごめんなさいなんですけど、人がね、多くてちょっと頭が悪いので、頭が混乱してしまいそう。よしこが欲しい。よしこが欲しい。マキちゃんですね、これは。マキちゃんの UR はリセマラ中でも一回も引かなかったかもしれない。はい、まあもう一回あるんで、なんかスクエスと連携したらガチャ付きうまうまだったって、で、もう一枚あるんで、今度こそね、今度こそって言うとマキちゃんに悪いような気がする。違うんです、ただ推しが欲しいなっていう気持ちです。はい、
まあ、個人的にはここの UR メイン室がカラフルなんでめっちゃテンション上がってます。小鳥ちゃんですね。小鳥ちゃんも持ってないはずなんで、まあまあいいんじゃないでしょうか。小鳥ちゃんでした。はい、まあこれからねきっといろいろガチャとか来ると思うし、それでまた、まあ、ニコちゃん、かわいい。まあ、スクエスもね、あげますけど、スクスタの方も、こうやってガチャする動画あげていけたらいいなって思います。というわけで、今日はここまでにします。あ、ニコちゃんのためなら課題ぐらいいくらでもやるんですけど。というわけで見てくれてありがとうございました。